おはようございます。おはようございます。今朝の5時です。今日は下田、はい、下田の旅行に行ってきます。ちょちょも待ってるね。今回は静岡県の下田と伊豆に2泊3日で旅行しに行ってきました。ジョーちゃんもね、もう朝から、まあ、車嫌いだからぐったりします。動画だと伝わりにくいけど富士山がすごく綺麗に映ってます。で、最初に行ったのがバガテル公園。もうフランスの公園をイメージしたみたいです。バガテル公園、なんだって、なんか今はそのバラの時期じゃないから、うん、そんなに咲いてないから大丈夫って聞かれて、あ、そうなんだ。まあ、でももうここまで来たら行きましょう、うん、って言うと10月11月はまた次のバラの時期なので、今ちょうどその2つの間だから、あ、そうなんだ、はい、あ、それであれなんだ、料金も安いんだ。あの多分もともと1000円ぐらいだったでしょう。ああ、それあるかも、ね、うん、咲いてるところはあるけど、うん、少ない、ね、うん、で誰もいないからマスク外してもいいと言われた。あ、マジ、うん、オッケー。じゃあ行きましょう。今と何を撮ってるかというと、はい、ちょちゃんが一人で座ってます。ちょちゃん頑張れ。いろんなところから撮ってます。ああ、いいね。贈り物、うん、バラとバニラミックスです。ちょちょ、いきます。すごいバラの味するマジで、ちょっと食べて、結構面白いよ。わかる、うん、トイレのトイレの味多分これこれ言えば一瞬でみんな分かると思う。トイレの味確かにドリンクはなんだっけ、バラのなんだっけ、贈り物、贈り物ってどういうこと、プレゼント、トイレの味しない。今回行った時はちょうど、バラとかが咲いてない時期で、まあ、次が10月11月、まあ、このタイミングに行くと、まあ、ホームページとか、まあ、Google の写真で見てもらうと分かるけど、すごく綺麗な公園になってるんだよね。じゃあここどうだった？うん、すごくなんかヨーロッパの雰囲気あったね、まあ、フランスは行ったことないけど、でもすごく綺麗だった。風なかったらすげえ綺麗かもね、マジで。今さ、ジョジョさ、ジョジョここのにさ足はまったっしょ。
なんでまた行くの。行きましょう。こんにちは。このまま入っちゃって大丈夫ですか。はい、失礼します。あ、本当だ、すごい、すごい。入って。なんかいろいろある。めっちゃうまそうだね。すげえ頼んじゃったし。この新田さんはかなり珍しくて、ワンちゃんも店内 OK。しかも個室ってなってるんで、事前に予約をした方がいいと思います。ありがとうございました。はい、行きましょう。わ、波すごいね。高いわ、波。見えない。じゃーん。ちょっちゃん、行こうぜ。今大浜、大浜ビーチ。どう？大丈夫。あ、そう？ただ怖いよ。当初は白浜ビーチに行こうと思ったんだけど、なんか大浜ビーチ撮ってみたらすごく綺麗で、こっち来てみました。風がね、すごく強かったんだけど、でもそれでもすごく綺麗だったよね。うん、そうだね。で、今年沖縄行けなかったから、あの、下田に行くことに しましたよね。ちょっと待ってね。みたい。おお、うん、すごい。じゃあチェック入ります。で、この眺めいいね。なんかヨーロッパみたいじゃない。うん、いいな、めっちゃいい。ここで、ここあれかな、リビング。うん、なんか落ち着くね、リビングも。かっこいい、ここね。あー、かっこいい。あー、いいね、落ち着くね。うん、下がお風呂かな。あ、畳。あ、畳の部屋か、確かに。ああ、はいはいはい。え、ここはお風呂か。おお、かっこいい。お、なるほどね、石のお風呂ね。すごーい。ちょちゃん、いい感じだった。一泊目はベイコートヴィラ小石ヶ浜。すごくね、おしゃれなところで、こう高台にもあるから街の風景だったり海も見えました。で、夜はみんなで焼肉食べました。なんかテラスもあって、テラスもバーベキューとかできるよね。Thank you.
ジでびっくりした。ヤモリ踏むとこだった俺。まだいるよ。ちょちょちょ、ダメダメダメ、こいつを逃がします。実はあの夜に、みんなで布団で寝ようと思ったら、でっかいクモがいたりいろんな虫がいたんで、実はみんなでソファーで寝ました。結果としてみんなで寝れなかったね。そうだね。コテージとしてはすごく綺麗だけど、夜になるとめちゃくちゃ虫が出るんで、虫と仲良くなりたい人はぜひ夏に行ってください。朝の綺麗なコーヒー動画を撮ろうと思ったら見事に牛乳をこぼしました。2日目も予定がいっぱいなんで早々に出発します。2日目の一発目に来たのが、ニューヨークランプミュージアムです。でここはワンちゃんも OK で、でワンちゃん用の、マップもあったりして結構優しいです、ワンちゃんには。店内も抱っことかすれば OK みたいです。何買った？見して。ほら、ジョーちゃん。ジョーちゃんそっくりだよこれ。しかも見て。へえ。可愛いっしょ。うん。リーちゃん美味しそうに食べてるけど、うん、どうだった？いつもきな粉アイスアレルギーで食べないようにするけど、でもたまに食べたくなるね。ジョーちゃんも美味しそうだ。次に来たのが伊豆グランパル公園です。ワンちゃんも OK。 かわいい。何してるのジョーちゃん、どう？なんか超楽しそう。あれだね、海賊レッスン。かわいい。ジョーちゃん頑張れ。ジョーちゃん。ありがとうございます。ジョーちゃんほら。よくわかんない。ここはね、ご飯がめちゃくちゃ美味しかった。どうでした？うん、美味しかったけど食べ過ぎた。あれは乗りたくない俺。あれは乗りたくない。高いとこ大丈夫なんだ？リュウちゃん。ぜひワンちゃん飼ってる人はあのグランパル公園に行ってください。いろんな乗り物がまあ限られているけど結構一緒に乗れる。で一番楽しかったのが、まあ、ゴーカート。これすごく楽しかった。もう一回やりたかったね。
グランパル公園の中にはドッグランとかがあってワンちゃんにはすごい優しい施設になってます。ジョーちゃんも楽しんでます。ペットカートのレンタルもあったからジョーちゃんにとってすごく楽だったね。確か1台500円で借りれます。試してみてね。ついた、ついたよ。はい、からくり時計。ここはね、基本的に撮影禁止です。で、今回撮影できたのがオーナーがすごくこうテンション上がって、なんかすごくやる気出てきちゃって、撮影 OK になりました。で、今やってるのが動いてる姿を見せたくてオーナー頑張ってます。で、最終日のホテルは、ワンワンパラダイスホテル。こうワンちゃんにも特化したホテルになってます。お、すごい。こんにちは。さあ、部屋はどんな感じだろう。いいね、ロビーになんかドッグランあったね。ね。で、2階に外の屋外ドッグランがあったかな。外のドッグラン。後で行きましょう。はい。258。はい、行ってください。すごい。そっか。海が見える。あら、本当だ。あ、でも広いじゃん。ここからはリーちゃんがリポートします。夜はなんだっけ、懐石料理以上です。ワンちゃん OK だったからあまりこう期待してなかったけど、結構美味しかったよね。うん、刺身とかしゃぶしゃぶとかすごく美味しかったね。結構全部ちゃんとしてて美味しいコース料理でした。はい、お腹いっぱい。はい、ジョーちゃんも満足でお休みです。次の日の朝、施設の中にドッグランがあるんで行ってみました。寝て。朝ごはんのビュッフェです。もちろんワンちゃん OK。 ワンちゃんと一緒にご飯食べることができます。美味しそうでしょ。美味しそう。食べましょう。 OK。 普通ワンちゃんメニュにワンちゃんに特化したホテルなんで、もうこんな感じで食べれるのはすごく珍しいと思います。